こんにちは、よろしくお願いします。いい映ってる、チェックチェックチェック、映ってる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 、バイバイしてバイバイして、バイバイ、かんないかんない、中継中継中継、ノーカット、お、ナイスボール、お、よヨータヨータ大丈夫、お、来た、おい、ゴゴひなた、ひなた、自分がまっすぐライト上に来ちゃったら、ラインより外してクローブに来ちゃった。全員4年生、5年生、僕は6年生、大きいもんな、5年生、4年生、はい、いいね、さっき聞いたよ、ね、年長さん違う、4年生だよね、4年生だよね。これは今何の練習やってるんですか。中継。中継。でなんかマッチョ、マッチョ？マッチョ？マッチョって言えば。マッチョって言えば。マッチョ線？一直線。一直線？マッチョ線じゃない。まっすぐとも一直線が戻っちゃった。一直線のマッチョ線が戻っちゃった。一直線。あ、じゃあ外野のボール、外野にボールが行って内野がカットするときにちゃんと。真っ直線はどこか違う、はい、行け行け行け、左左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 、ダメだな、ボールがな、下手くそやな、カット右右、カモ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 、そっからそこら辺がそこって言われた、お前はベースに向かって投げんの。左行き過ぎ行き過ぎ。じゃあ右右ちょい右ちょい右。はい。おいで。ここに入ってます。真上じゃなくて。はい、というわけで、今回はですね、埼玉県入間市にあります実は北小学校で活動している、スリードラゴンさんの取材に来ております。今回は代表しておりますウスバ。ウスバさん、よろしくお願いします。入間市少年野球連盟の理事長さんでもいらっしゃいますね。夏にラジオの方でご一緒する予定だったんですけども、はい、残念ながら代わりに監督さんが来られてやらせてもらったんですけど、その時にやっぱキャプテンが素晴らしい受け答えをされていて、ぜひともスリードラゴンズの取材行かせていただきたいなってことで今回続けさせていただきます。よろしくお願いします。今の、スリードラゴンズさんのどういう選手たちが多いかその人を聞きたいんですけど、今現時点の選手はちょっとおとなしい選手が多いですね。今年も6年生8人いるんですけどね、はい、入った時点で遅い子がいるので、はい、まあ、なかなか同じようなレベルではやっていけないと。で早い子はまあ1年生からやってて、遅い子はまあ4年生ぐらい、その差がやっぱ大きいですね。あ、
メンバーは北小の子がメインですか。そうです。今ってなんか学校関係なくチームに入れるって聞いたんですか。以前はやはりその学校ごとでチームを作ってそこに入ってくださいという一応区切り目があったんです、はい、今はそれ言ってると子どもたち呼べなくなっちゃう、はい、でとりあえず人数増やすのにはそういう垣根を取っ払ってね、どこでもいいからやってもらおうよということで理事会でも話して、はいはい、お互いに了承しましょう、まあ、これ引き抜きとかそういうことは当然ないんで、はい、子どもの、まあ、自分たちが行きたいところでもいいかなと、まあ、あと親の問題もあるし、今よその市からも来てるし東京の方から来てる子もいる、そうなの、うちにはいないんです。あ、いないですけどね、別のチーム東京してもサンタもね、はい、もう入間市はすぐ隣がね、みぞとかって同じなんで、そうです。それって何年ぐらいなんですか、2000円。もうどこでもいいよって言ったらもう結構経ちますよ。あ、そうなんですか。うん、やっぱり減ってきたということはね、大前提で、それはもう、はい、数がいないことにはもう選びようがないし、そうですね。うん、やっぱり以前はね、50、60っていうチームもあったし、はいはいはい、実際にこの北小だけでも3チーム。あ、本当ですか。うん、ここと隣の東町小学校とでこうごっちゃごちゃになってて6ぐらいはあった。だからここの子は向こう行ってたり向こうの子はこっち来てたり、この裏の方が東町が変なところで学校が切れてるんで、どうしてもね、あの保育園の幼稚園が一緒だとかずっとそっち行っちゃったりして、だからここも3チーム合体してもこの人数なんでやっぱりちょっと少ないから、あの児童数も入間市内で2番目ぐらいな、多いの。多いんです。だからもう少し数が入っていいんだけど、はい、少ないですね。今女の子もやっていらっしゃるじゃないですか、うん、昔と比べて女の子の数っていうのは増えていますか。いや、うちはあの今5年生の女の子が歴代2人目、はい、あ、そうなんですか。その前はもう今いくつも20歳ぐらい、20歳の上かな、その子だけ1人だけ、あ、そう、その子もお兄ちゃんお兄ちゃんがいた3番目の女の子で入ってくる、はい、うちは女の子少ないわ。あ、で今3人いるっていうのはもうちょっと自分でも信じられない。よく入ってくれた。今まで時代はね、女の子でも変わらないし、そうですね、チームによってはキャプテンとかね、ピッチャーで4番とかね、うん、います、今も、うん、あのライオンズジュニアとかにこう選ばれたり、うん、なんかそういうジュニアに選ばれてこともいますし、大川君もいいもの。結構僕もあの女子野球取材を結構やるんですけど、関東圏で今取材であったり、あの3年ぐらい前まで女子プロ野球があったんですけど、女子プロ野球の取材も僕させていただいて、そうですね、でこう一番こう有名だった加藤優さんっていうタレントでやってる人ともあの繋がって、神奈川の秦野市の方でその人が女子野球塾っていう科目であるこう塾をスタートしたんですけど、やっぱそこでもやっぱ女の子がめっちゃ20人ぐらいいて、向こうでもなんか野球女子っていうのがすごいこう増えてて、神奈川は結構レベル高いんだよね、あの学校でも。そうですね、うん、僕はあの入間市藤沢小藤沢中野球で佐山経済出身で、あの県大会ベスト16まで行った時のピッチャーの試合あるんですけど、うん、まあそこしかちょっとないので、少年野球に関してはあの公式チームだったので、うん、まだ少年野球ってちょっとわからないので、まあ、あのケーブルテレビさんの方ではあの入間市の少年野球チーム全部を時間かけてると思うんですけど、全チーム取材させていただきたいって話はあって、今日が初めての3ドラゴンズ、あの入間市のチームなので、ラグオンはとにかくあの入り口は全くオープンで、はい、だから子供の子はマジで、で来たらとにかく楽しくやってもらって、最終的な目標というのは次もやってもらえるか、中学行っても高校行っても続けてもらえるような土台を作るのが一番大事だと思う。だから楽しくやってそこに結果がついているのが一番、だから体をね壊さないようにするのが一番いいですからね。そうですね、だから続けてもらえるかどうかっていうのは小学校の時に楽しくできたかどうかっていうのは絶対あるんで、そうですね、それがつまんなければもうやめちゃうしね、はい、だから今でも甲子園ね、うちからも甲子園行った子もやった人いるし、はい、そういうのをやっぱり聞くと応援に行きたくなるしね、また続けてもらって嬉しいし、そうですね、そういうのを子どもたちにも話せるんで、はい、ぜひやってもらいたい、強くなる時もあるし、勝てない時もあるし、それはやむを得ない、指導者が変えてるわけじゃないしね。
一番は楽しむってことですよね。そうですね、はい、朝とにかく楽しく来れないと。そうですね、朝いやいや来てるよじゃダメだな。朝はやっぱりね、小学生の時は辛く、起きるのが辛くて、もう親に起こされて。親はなんかいろいろ言うんだけど、私が言うのはとにかく朝起こしてご飯食べて、食べてから出してくる。もうそれだけでいいんだから、もう嫁のことは考えなくていいですよ。そうですね、うん、消費 TV では結構こうやって YouTube 出すことで、まあ、子供たちがモチベーションを上げてもらって、もっとこう野球楽しく頑張りたいって思ってもらうのが、もう一番の僕ら の, この取材 の, 肝ですので、はい、今後ともよろしくお願いします。というわけで今回は、磯場さんに、インタビューさせてもらいました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、シートノックでは3人がランナーとして参加させてもらいました。ヒロトはホームでタッチアウトを内訴球、そして翔平2塁へ、ここで逃げる。さあどうする、この隙に翔平は2塁へ、小学生相手に全力疾走です。はい、こちらは低学年チームの練習になります。後ろでティーバッティングですね。その反対側ではグラウンドを使ってフリーバッティング中です。さあ打った、一生懸命振って一生懸命走ってます。外野へ抜けて、選手の追うのもね、一生懸命追っています。いかむしゃらでいいですね。低学年の選手たちも打つ時のねボールを見る目がいいですよね。インコースビタビタのストライクですね。確かに打つのは難しいボールですね。そしてお次の球打った、ライトオーバー、足が速い。さあ走る走る走る、快速飛ばしてダイヤモンドを駆け回っています。目指せホームランと応援もあり、ホームイン、ナイスバッティングでーす。ナイバッティング、イエーイ、ナイバッティング。お前疲れた、疲れた、足速いな。はい、そして練習の最後に挨拶をさせていただきました。ささやかですが3人からプレゼントもお渡しさせていただきました。一番若い子から、じゃあ並んで行きます。端から行きます。一番面白い子から行く。前はない。一番小さい子から行く。一番小さい子から行く。生まれて120ヶ月です。はい。今生後120ヶ月。はい、どうぞ。足りるよね。え、足りるよね。生後120ヶ月。はい。大事です。助けて。どうぞ。はい。はい。練習としての潜入はここまでになります。移動者の皆様、ご会の皆様、ありがとうございました。この後にグラウンド移動して選手みんなとロンティーをさせていただきました。みんなのナイスバッティングは後日公開いたします。
チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。